海上自衛隊では、最上潟護衛艦 FFM の建造については2018年度平成30年度計画によって、建造が開始された1番艦最上から1年に2隻のペース進めているね。2024年9月2日までに6番艦阿賀野まで6隻が就役していて、9番艦と10番艦が着工され、2023年度令和5年度計画で2隻が発注されているな。今回は海上自衛隊において新型 FFM12 隻を5年間で調達している件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、この最上潟については、諸外国海軍での同程度サイズの艦艇に付与される FF フリゲートという艦種名に加えて、機雷戦に対応することから機雷を意味するマインや多機能性を意味するマルチパーパスから取ったとされる、M を追記した新たな艦式号として FFM が与えられており、2018年度平成30年度予算から、調達が開始されたため 30FFM とも呼ばれているよ。最上潟護衛艦は当初22隻、護衛隊群に属さないいわゆる10番台護衛隊として配備されている汎用護衛艦 DD と、近海警備用護衛艦 DE の任務とされている日本近海域での哨戒、警備などの任務に加えて、対機雷戦も担当可能な艦として建造され、当初の計画では22隻を建造して10番台護衛隊の DD 朝霧型8隻と DE 阿武隈型6隻、さらに掃海隊群所属の掃海艦艇8隻と入れ替えることになっていたんだ。しかし、2023年1月25日に防衛装備庁が新型 FFM に関わる企画提案契約の参加希望者募集要領を公示して、2024年度令和6年度以降は最上潟をさらに発展させた新型 FFM を開発する計画を明らかにしたため、2024年度令和6年度計画からは新型 FFM12 隻を建造することになり、最上潟の建造は令和5年度計画間までの12隻で終わることになったな。新型 FFM は最上潟が満載排水量5500トン全長 133.0 メートル全幅 16.3 メートルであるのに比べて、満載排水量6200トン全長 142.0 メートル全幅 17.4 メートルと一回り大きい艦隊となる予定だが、乗組員の数は最上潟と同じ90人程度になるらしい。また、最上潟に装備されている各種装備品はそのまま踏襲されると見られているが、防衛省では長射程ミサイルの搭載に加えて対戦機能の強化を行っていくことを念頭に置いているとしていて、将来の能力向上を容易に行える拡張性などを考えており、特に対戦能力においては、これまでのものよりも探知能力が向上したソナーシステムを採用して、平時の警戒監視能力の向上や有事における対戦線の能力向上を予定していると述べているぜ。三菱重工業から発表されている艦隊デザインを見ると、大きな相違はなくステルス性は維持されているものと見られているが、特徴の一つであるユニコーンマスと株のレーダー配置や、ミサイル管制装置を独立させていることなどから、新型 FFM にこれまでとは違う新型ミサイルを搭載する予定である可能性が高いと見られているね。この新型 FFM の開発においては輸出も視野に入れられているとされ、防衛装備庁と三菱重工業は2023年11月7日から9日まで、オーストラリアの ICY シドニーで開催された海洋防衛の総合イベント INDO パシフィック2023において、新型 FFM を FFMAAW としてその模型展示を行っていたんだ。この FFMAAW という艦種表記の AAW はアンティエアワーフェアすなわち対空戦を意味していることから、諸外国に対して新型 FFM は VLS のセル数を増やして艦対空ミサイルを搭載することで、最上潟に比べて大幅に対空戦能力が強化されていることをアピールする狙いがあると見られているよ。防衛省や三菱重工業からの説明にあるように新型 FFM の兵装の最上潟との大きな相違点は艦隊サイズの他に、マーク41垂直発射システム VLS が32セルと最上潟の2倍に増設されていることにあって、最上潟では対戦ミサイル07式垂直発射魚雷投射ロケット 7VLA のみ装備されている VLS に、
新しい艦対空ミサイルとして開発が進められている2、3式艦対空誘導弾エーサムが装備されるほか、長射程のスタンドオフミサイルとして開発が進められている1、2式地対艦誘導弾能力向上型の搭載が予定されているらしい。防衛装備庁は新型 FFM に関わる企画提案契約の参加希望者募集要領の公示から、2024年3月31日にジャパンマリンユナイテッド及び三菱重工業と企画提案契約を締結して、6月15日に各社からの企画提案書を受領して契約企業の選定を実施し、8月25日に主契約者を三菱重工業としてジャパンマリンユナイテッドを下請けとする契約を交わして正式に2024年度計画艦から新型 FFM が建造されることになり、令和6年度計画艦 6FFM として1番艦を三菱重工業に、2番艦をジャパンマリンユナイテッドに発注され、8月30日に明らかにされた2025年度令和7年度防衛予算の概算要求においては3隻分として3140億円が計上されたぜ。これまでも最上護衛艦は年間2隻のペースで建造されてきたものが、新型 FFM では年間3隻を建造する年度が2度予定されていて、2024年度から2028年度までの5年間で12隻の建造が計画されているんだけど、三菱重工業が年間2隻の建造を実施すると見られているよ。また防衛省では防衛予算の概算要求の発表とともに海上自衛隊における改編計画を発表したね。それによると、52隻の護衛艦を運用する第1から第4までの護衛隊群からなる護衛艦隊と10番台護衛隊、および地方隊のミサイル艇隊と機雷の除去などを行う掃海隊群を廃止して、それら水上艦艇部隊を集約した水上艦隊以下すべて箇所を新編するんだって。水上艦隊は第1から第3まで3つの水上戦群からなり、その他に水陸両用戦機雷戦群と哨戒防備群が編成され、それぞれに輸送艦や哨戒艦などが配置されることになるぜ。3つの水上戦群は3正面におけるオペレーションに対応し、水陸両用戦機雷戦群は今までの掃海隊を集約するとともに、FFM や輸送艦によって機雷戦や水陸両用戦を支援していくことに集中し、そして哨戒防備群は、警戒監視のために新造が計画されている哨戒艦が配備されて日本近海における哨戒活動を任務とするという構想で、これによって主力となる第1、第3までの水上戦群は、平時においてはこれまでのような哨戒業務を行わず戦闘訓練に集中することができるようになり、有事のオペレーションに対して長期的な対応が可能となるとされているな。防衛省では今までの第1から第4と護衛隊群を4つ編成していたコンセプトは、そのうち2つの護衛隊群がオペレーションにあたり、1つが維持整備のメンテナンスに入り、残りの1つが訓練を実施するというものだったとし、そして、第11から第15の10番台の護衛隊は日本近海の警戒監視を行ってきたとした上で、世界的に安全保障環境が厳しくなる中、突発的なオペレーションに対して即応可能な部隊を増やすという目的でこのような再編成を実施したとしているね。護衛隊群は出雲型や日向型のヘリコプター搭載護衛艦 DDH1 隻、混合型アタゴ型マヤ型のイージス護衛艦 DDG2 隻、汎用護衛艦 DD5 隻によって編成されているが、この4つの護衛隊群を3つの水上戦群に再編することによって、5つの水上戦群に配備される護衛艦の数を増やすことが可能となるんだ。防衛省では、それによって5つの水上戦群の中でオペレーションへの即応や長期遠征をこなしながら、休養や訓練もこなしていくことができ、有事の際に3つの水上戦群の全てがオペレーションに対応することも可能となるとしているほか、水陸両用戦機雷戦群においても水陸両用戦とそれに伴う機雷戦に対して、より機動的かつ中長期に対応できるようになるらしい。このことについて、海上自衛隊創設以来の伝統的な部隊名が消滅することに、海上自衛隊の中で抵抗する声が上がっているのではないかとの見方をする軍事評論家がいるものの、水上戦闘艦が統合されることで、むしろ旧日本海軍の連合艦隊が復活するような感覚があるとして歓迎する声も上がっているね。
それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。